全国のアップル信者の皆さん、こんにちは。ギュイン徳川です。今日も僕のこの MacBook Pro 2017最新モデル、大好きでしゃあないんですけどね、今日も元気に稼働しております。この MacBook Pro なんですけども、やっぱり気になるのは電源周りなんですよね。 PC を持ち歩くのにこの最新の MacBook Pro 2017年モデルであるというこの優越感は、なんていうか大変気分のいいものなんですけども、やっぱり僕みたいにその動画編集みたいな比較的重い作業をする場合はやっぱり、バッテリーの減りがすごく早くなってしまうんですよ。消費電力がすごい激しいんですよね。なので、僕はいつもこの MacBook Pro 本体の他に、こういうね、でかくて重たい純正のアダプターをカバンの中に携帯してます。これがね、あんまりクールじゃないんですよね。あのケーブルが USB Type-C に変わって、あのこれは前のタイプですよ。これマグセーフの前のタイプなんですけども、ケーブルが USB Type-C に変わってちょっとはマシになったんですけども、やっぱりでも重いと、カバンの中を占領するわけですよ。かさばるんですよね。ということで今日は一つ便利なものを紹介したいと思います。こちらですね、iMoot の UFO Pro Power Station という製品です。いいですよ別に何時頃まで終わりですか？5時ぐらいまでに終わると思います。今ちょっとうちの社長帰ってきましたけどね、あの気にせずに追ってくれていいのにね、はい、何だっけ、はい、こちらは、USB Type-C のアウトプットを備えた、急速バッテリーチャージャーですね。 USB のチャージャーです。さらに、このね箱絵にもありますけども、USB Type-C の他に、従来の USB の形のアウトプットも3つあると。では開封してみますね。かっこいいですね。うん、すごいかっこいい。さあ、これは専用のポーチ、それからこれが本体ですね。おー、すごい光沢ですね。うん、結構コンパクトですね。純正のアップルの、アダプターと比べてこんな感じのサイズ感ですね。サンキューって書いたカードと、でさらに最後箱の底には USB Type-C のケーブルも付属してます。あとはこの本体に、電源を送るためのコンセントのケーブルと。これで箱の中身以上ですね。 MacBook Pro の USB Type-C からの充電なんですけど、いろいろ規格があってちょっとややこしいんですよね。MacBook Pro 本体を充電するための電源は、クイックチャージ 3.0 というものに、対応したものじゃないとダメなんですよ。僕らが持ってる携帯用のね、モバイルバッテリーからでは充電ができないと。ケーブルの形状が USB Type-C で同じやから充電できそうかなと思ってもダメなんですよね。電圧が足りない。対応してないバッテリーとかアダプターを使うと、一応その PC 本体の、駆動時間を微妙に引き伸ばすことはできるんですけども、それでも給電することさえも難しいんですよ。微妙にバッテリーの数値はね、こう減っていくんです。だからいずれ落ちてしまうということになりますよね。そこでこいつなんですよ。でこいつは、まあ、結構ね、その本体サイズもでかいので持ち歩きには適さないんですけども、僕はこいつを会社のこのデスクに置いておこうと思います。これはバッチリそのクイックチャージ 3.0 の規格に対応しているので、MacBook Pro の本体の充電もすごい急速にできます。マックス 30W ということなのでめちゃめちゃ早いですよ。これはここに USB Type-C が一つ、ここから MacBook Pro 本体を充電します。で、他に従来の USB の端子が3つついているので、ここから iPhone の充電とか、それからモバイルバッテリーの充電とか、それから今さっき僕撮ってましたけどこのコンデジの充電とかを、会社で仕事中にねデスクのコンセントから充電しておけるっていうのはすごく心強いですよね。まあ、USB のハブの機能はないのでそこだけ注意ですね。では MacBook Pro 本体に接続してみたいと思います。で、付属のケーブルを、お、充電が早速開始しましたね。うん、でさらに
カメラにも充電すると、はい、充電インジケーターが点灯しました。はい、44% となってますけどね、雷マークがついて充電中であることがわかります。はい、いい感じですね。さて今日はね、すごい簡単な動画になってしまいましたけども、MacBook Pro に買い替えてから、すごいね、いろいろアクセサリー品を Amazon で漁るのが楽しくてしょうがないっていう感じですよ。誰よりも快適に使ってやるぞみたいな感じでね、まあお財布の方も、すごく心配なんですけどもね。 iMoot 製品なんですけども、いろいろ Amazon でキャンペーンをやってるみたいです。これとモバイルバッテリーを一緒に買うと 10% 引きとかね。あと来週からアマゾンでタイムセールをやるみたいなことを言ってますね。欲しい方はそのタイミングで注目してみるといいと思います。だから僕モバイルバッテリーも一緒にあるんですけども、これちょっと開けてみますか。これなかなかそのパッケージのクオリティとか高いんでいいですね。はい、モバイルバッテリー、これ2万ミリアンペアですよ。見た目が結構これかっこよくていいですね。このメーカーの製品はやっぱりケーブルもついてました。こういうバッテリー製品とか電源周りの製品ね、いろいろ Amazon でたくさんいろんなメーカーが出しますけど、この iMoot の製品は結構気合が入ってるなっていう感じがします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ギュインとこでした。バイバイ。